速報バルセロナ蒲田第一、爆誕を、バルセロナが夏に蒲田第一の獲得か？現地紙が情報収集中と報道、今季でフランクフルトとの契約が満了。また飛ばし、久保くん。なんで、可能性20くらいか？フリーならとりあえず取っておくかレベルやろな。取って売るやつだな。外国人枠空いてる？近年だわ。オーバメヤンで味を占めたか。ベンチ要員転売要員だろ。ミラン本田と同じ流れやん。可能性普通にあるな。フリーで取って半年買い殺してプレミア買いクラブ2500万ユーロぐらいで売却して儲ける三段戦力としてではなく金稼ぎの道具として。取ってナムかまた。フリーで獲得して転売するだけの簡単なお仕事。外国人枠あるから無理ちゃう。今のバルサだと給料未払いされそう。メッシにすら給料未払いかますクラブだし。フリーこじきはあり得る。ムンドだからガチでワンチャンありそうで草。いらんわ。最近のバルサはフリーで取って途中で売ることで錬金術をしてるからな。そらフリーで勝つ今後売れそうなら有力候補よ。ウイーレのパッケージ採用きたか。デパイを300万ユーロで売り払ってて草。またバルセロナがフリーこじきしてて草。金がないから安いの取って売るんか。今のバルサやとやけ石に水やけどな。外国人枠は多分大丈夫。EU 外選手ラフィーニャ矢印該当アラウホ矢印該当デスト矢印ミランにいるケシエ矢印コトヌー協定なのでセーフ。3枠目は蒲田ですじゃバルサファンは怒るだろ。どうせ半年か1年で換金するならセーフやろ。今後4231で行くならボランチの一角としてかなりいけるやろ。ブスケツおらんくなるしスタメン確定。フリーで取って売って儲けてるとか言うけどフェラントーレスをアホみたいな金額で取ったりしてるから何にもならんやろ。言うて今のバルセロナの中盤やと試合出れるやろ。明らかにガビトフデヨングよりは実力あるし。だけどんな気持ち。久保が惨めすぎて草。また負けたのか、久保神。